山井勝取君委員長ありがとうございますでは一、えー、時以降このアダルトビデオの高校生出演解禁の問題について質問させていただきたいと思います先ほども言いましたように子ども家庭庁で子どもを犯罪や暴力から守ろうという議論をしている中でですね、4月以降先ほどお見せしたように現役高校生が 撮影されたと見られるビデオが増えていると、それまたそれが売れまくっているということは、野田大臣、これ今、私たち立法府も政府も試されているんだと思うんですね。日本の国で高校生のビデオ、18歳、19歳のビデオを売りまくって OK なのかどうか、そういう意味では、ここで野田大臣、先頭に政府も取り組んでいただいて、私たち立法府も取り組む必要があると思います。それれであの今日のの資料の最後20ページにもありますがこれは まあ朝日新聞の記事でありますけれど18歳2万円で撮った性的動画、孤独な女性、大人、助けてくれないということで、この右の方を見てみますと、世間が言う家出少女、個人撮影でないアダルトビデオにも勧誘された、スカウトはこう言った、20歳になったら撮影しようね、最近のニュースとこの言葉がつながった、今年3月31日まで未成年というだけで、 AV 出演契約を取り消して、商品の回数もできた、スカウトの言葉の裏には、20歳までのそうしたリスクを避けたいという政策側の意図も見える、女性は民法の未成年取り消し権という規定に守られていたことを最近になって知ったと、つまり3月31日までは18、19の方は男性も含めてですけれど、撮影しても未成年だからといって、後で苦情を言ったら、無条件で回収することになってたので、 ビデオ制作側からすると、大損害になるから、20歳以降だけ声をかけるということになってたわけですね。ところが、なくなったんで、これから18歳、19歳に声がかけられるんではないかということです。ちょっとブログを見ていただきたいんですけれど最近のブログになんと出てるか、配布資料の7ページ見てください。配布資料7ページ、3月1日投稿のアダルトビデオ事業者のブログ。それで この右上の方行いきますと、かつて私は未成年の子を撮影し、作品が没になったと、当時19歳だったと、それで結局、親から撮影の後と、映像を公開するなら弁護士を立てて裁判も辞さないと言われた、それでも断念したので、今まで18歳や19歳のモデル採用は控えていたのですと、しかし、左下に行きます、配布資料の。ですが 18歳は成人だと法律で定義されるわけですから、4月1日からは方針を転換せざるを得ないでしょうね、この4月1日からは18歳、19歳の女性を取って、売るという趣旨でしょう、なぜって年齢が低いほど需要が高まるからですと、今回の未成年者取消権がなくなることは、この右ですね、今回の法律施行は、棚からぼたちのような恩恵を与えるでしょうね。 来る4月1日に備え、あなたもぜひ今から18歳の女の子を確保しておいた方がいいかもしれませんということで、まあ、子ども家庭庁の創設を議論するさなか、本当にこれ、18、19の女性が、今、男性も含めてこういうビデオがありますから、狙われているわけです。 野田大臣、先ほどお渡ししましたけれども、少しパップスさん、この被害者の相談に乗っていられる NPO 法人、パップスさんを通じて、被害者の声が届きましたので、いくつか読み上げさせていただきたいと思います。まず、配布資料の、えっとですね、配布資料の6ページ、右の真ん中のところに、被害者の声があります。このの配布資料の右ですね6ページ声さん お金が欲しいと安易にプロダクションと契約してしまいました、撮影日にやっぱりやめたいと思いましたが、大勢の年上の男の人に囲まれて断ることも怖く、結果、複数回撮影してしまいました、実際に映像が発売されてから、1日5回自殺したいと考えたりしました、同級生にも知られて、本当に私かを確認するためにみんなで何回も見たと言われたときはとてもつらかったです。 今は会社員をしていますが、もしかしたら周りの誰かが知っているのではないか、バレたら会社を辞めなければならないのではないかと不安ですと。私のように発売された先の未来を考えずにお金が欲しいと契約してしまう10代、20代の方が他にもいるかもしれません。私は5年以上経った今も当時のことを思い出して辛くなったりしますと。要は5年経ってからこの方は就職もして、やっぱりあの動画、公開やめてほしいということで、今、パップスさんに取り消しを 求めているわけなんですねそれと、今、野田大臣にお渡ししましたが、ちょっともう少し被害者の声を読み上げます、私のケースですと、当時、声をかけられたのは、20歳になる前、契約は20歳直後でした、やっぱり20歳直後なんですよね、18、19までは撮影してないんです、直後、メーカーや事務所は効力のあるサインを突きつけ、販売停止には応じてくれませんでしたと。それで 18歳から契約を結べるとなると、声をかけるのは高校生の間からですと、働き始めて世の中のことを知っていくと、私は思います。あまりにも若く未熟なこの年代は、スカウトマンや事務所からすると、絶好のターゲットです。ですから、野田大臣、これ、18歳以上だけが寝られるんじゃなくて、18歳から出演してもらうということは、もう高校生から、どんどんこのスカウトが始まってしまうということです。またあとお二人声を 被害者の声をお話したいいと思います私は声をかけられて契約した当時、大学1年生で19歳でした。撮影当時は恥ずかしい気持ち、尊厳が踏みにれられるような辛さ、体の痛み、いろんな辛さを感じました。私は今、30歳半ばですと、まあ、16年たっているわけですね、30歳半ばです。今なら彼らの嘘なんてすぐ見破れられると思いますし、そもそもスカウトに声をかけられた時点で警戒します。しかしか 10代の社会を経験してない若い少女に、大人を疑う気持ちや、突然と突っぱねる強さはなくて当たり前なんです。彼らはそれを分かっていて、集団で狙ってきます。事務所の社長をスカウト、マネージャー、事務所の他のスタッフ、そういう人たちがチームになって、1人の女性にかかるんです。狙われたら逃げられないんですと。それで、続きがありますこれ。これだけデジタルタトゥーが残っている現代で、生涯隠し通せる保証はないため。 私は自分の子供を持つことは諦めています。我が子が母親のアダルトビデオ出演で恥ずかしめられたと考えたら、絶対に無理です。アダルトビデオ出演は撮影当時だけでなく、その後の人生においてもずっと私を苦しめています。当たり前に結婚して子供もを持ちたかった、親に孫を見せたかった、会社にもいつばれて解雇されるか、不安はずっと消えません。と、もう一人、最後の方のメールをご紹介します。 当時、親にもばれないし、飛行機事故より親ばれの確率は低いなどと、大人の口車に乗せられ、すっかり信用してしまった私は、19歳のときにアダルトビデオに出演をしました。若かった当時の私は、自分がどうなってもよい、バレたら死ねばよい、今この瞬間、私を必要としてくれる人、私に期待してくれる人たちの思いに応えたい、そういう思いから契約書にサインをしました。大変未熟で浅はかな考えでした。 自分のアダルトビデオが発売されてしばらくして、私はストレスから後頭部の髪が広範囲にわたって抜け落ちました。なんとか親にも打ち分けることができ、撮影当時19歳だった私は未成年取消権を行使して販売停止を請求することができました。私はこの時ほど法律に守られたと感じたことはありません。未成年取消権があることに気づいた時、絶望の中に小さな光を見たような気持ちでした。 こんな浅はかな、愚かな私を救ってくれる法律があることに涙が止まりませんでした。当時の私がもし19歳でなく、未成年取消権が行使できずに、いまだに販売が継続されていたりしたら、私はすでにこの世にはいなかったかもしれません。当時の私が未成年取消権の希望の光を見たように、出演してしまったことを後悔し、絶望の中にいる少女たちの救いとなるよう、法律制度が必要です。 未成年取消し権がぎりぎりのところで、私の命をつなぎ止めてくれたことは間違いありませんと、つまりこの未成年取消し権というのは、単なる商品買ったの取り消しじゃなくて、人の若い女性、男性の命を守る権利だということなんです、まあ、この本当にパップスさんに届いている悲痛な声、無念の思い、本当に後悔しても後悔しきらないと、もうこういう悲痛な声が山のように、 寄せられているわけですねそこで野田大臣にお伺いしたいんですけれど、ここにありますように、4月1日までは未成年取消権があって、メーカー側も18、19には声をかけなかったんですね、未成年取消権がここに言ったように、いざ取って売ろうとしても回収させられるから、もう抑止力だったわけです、ところが4月1日からはもう回収できないわけだから、取って売ったら儲かるみたいなね。 残念ながら、そういう状況に今も4月22日、なってるんです、そこで野田大臣にお伺いしたいんですけれど私たちは未成年取消権、なくなってしまったわけですから、それそのものをね、復活させる、えー、議員立法を今、私たち作成をして、準備をしておりますけれどもしそれが無理であったとしても、未成年取消権と同等以上の効果を持つ、 立法措置というのがやはりお子さんたちを守るために必要なんじゃないかと思うんですけれど野田大臣いかがでしょうか。野田大臣、あのルルお話ありがとうございました。まずあのやはり未成年者取消権がある場合っていうのは他の要件の必要まあ一般論で申し上げるんですけど。 無条件で契約解消することが可能であり、そのようなリスクが事業者に対する抑止力になっていたという面もあると推察されるわけですね。それで、あのこれまでは強要ということを言ってた、今、被害っていう話あの言葉に置き換えていただいたのは大変いいことで、なぜかというと、あたかもその事業者が殴ったり、そういう脅かして出演させるというイメージがすごく広がってたんで、そうではなく、 むしろこう優しい言葉をかけてもらったり、その孤独な女性たちに、最初は友達で。 だんだんとこうグルーミングっていうんですけど、まあ、あの自らそのこの人のために何かしようみたいな、そういう,こう環境整備なんかも、まあ、たくさん参見されるわけであの、それは結果として、あの後に人権侵害になってくるわけですね。すねやはりあの、18、19であの、まあ、さまざま傷ついたときに優しくしてくれたって,って、その時点では、 被害ではないんだけれども、やはり今お話があったように、後に出演してしまった後に、それがもう今、インターネット社会では、点々流通するわけですから、まああの、デジタルタトゥーという言い方をされましたけど。 消すことがなかなか難しい社会だっていう中で、後にやはり好きな人ができたり、そういうところで大きなあの人権侵害になるということを、なかなか若いうちは分かりづらいということがあの、極めて大切な論点だと思っています。で、あの今、幸いなことにあの、各党がこのことについて、あのしっかりとあの18歳、19歳の人たちを、 守らなきゃならないということで立法の動きがあることはもうあのたいありがたく思っています。あの立法府のあの自らのその責任とかやはりあの多くの国民の声を聞いていただく立場としてあの精力的に取り組んでいただくことをまあぜひあのお心から注視してまいりたいと思っています。委員長山田君、あの今野田大臣からもお話がありましたように <laughs> 実は今この問題の解決のボールは政府というより 立法府にあるわけで、今、自民党、公明党さんも、私たち野党も議員立法の作成に取り組んでおりまして、協議をしておりますけれど、それがまあ超党派で合意ができたら、この内閣委員会で衆議院か参議院か分かりませんけれど、子ども家庭庁の法案審議の後今言った穴をあめる、埋める、まさに18、19、現役高校生の方々も含めて、その方々のアダルトビデオが今、増えつつある、これを止める。 ボールは超党派の,この内閣委員会にあるわけなんですそれで今、野田大臣おっしゃってくださった大事なことをおっしゃいました、今までは AV 教養問題と言われてたけれど、自民党、公明党のプロジェクトチームも、AV 出演被害に関するプロジェクトチーム、私たちも、パップスさんもマスコミの方も、教養という言葉は使わなくなっているんですね、なぜかというと、野田大臣おっしゃったように、教養に見えないんですよ、脅したり嘘をついたりじゃないんです。 巧妙に野田大臣おっしゃるグルーミングで温かく優しく包んでいって、結果的には、結果的には騙されたということになって、多くの女性の方が後悔をされるということなんです。そこで、この問題、もう一つ問題点がありますのは、じゃあ、こういう被害に遭った人だけが問題なのかというと、そうではなくて、配布資料をご覧いただきたいんですけど配布資料のですねえ16ページ、つまり、 残念ながら今、現役高校生出演ビデオなるものが増えつつあります。先ほども言ったように、1つのサイトだけでも1000本ぐらい売れてます。つまり、これ、もしですよ、現役高校生のビデオがどん国会で私たちが議員立法を作って、ブレーキ踏まなくて、どんどん増えていったら何が起こるか、16ページ右上にありますように、 過去の警察庁の調査で、強姦や強制わいせつの容疑で逮捕された人の33%、3人に1人は、アダルトビデオを見て、自分も同じことをしてみたかった。恥ずかしい話ですけど、こういうことなんです。ということは、言いたくないですけれど、現役高校生のビデオが増えたらですね、出た人が被害者だけじゃないんですよ。 現役高校生にじゃあ、痴漢しようかな、わいせつ行為しようかな、残念ながら、多くのお子さん、高校生が、そういう性犯罪、性暴力になる可能性がどん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 広がっていくわけです。まあ、これを何としても私たちは今、食い止めればと思っております。それれででで、えー、問題はです、ね、今与野党で協議をしてるんですけれど 一つのポイントは、この区間なんですね。配布資料を見ていただきたいんですけれど、では、この、やっぱり後悔してお、気持ちが変わって取り消したいというふうに、いつ思うかなんですが、配布資料の8ページ左上見てください。相談に乗っておられますパップスさんの資料によりますと、1年未満が16%、そして、2年、 まあ2年までが合計でしますと、32%、そして3年から5年が16%、まあ、3分の2ぐらいが5年以下ですけれど五5年以上も3分の1おられるんです、野田大臣、ここで分かっていただきたいんですけれど今まで取消権があったんですけれどこの取消権の最大の効果というのは、5年間取り消せたということなんです。 今日の配布資料の10ページ見てみてください。民法126条10ページ取消。取消権の期間の制限。取消権は推認することができるときから5年間行使しないときは時効になると。つまり、短期間じゃなくて、撮影してしまったり、あるいは発売してしまってから5年間は取り消せたわけです。無条件に。18歳、19歳のことは。まあ、具体的に言いますと、 やっぱり1年、2年落ち込んだり、あるいは自殺未遂されたり、残念ながら実際、自殺された方もおられますま、そういう中で就職しようと思ったら、やっぱり就職するときにビデオ流通してるの困る、消してほしいとかですね、あるいは彼氏ができた、彼女ができた、あるいは結婚したい、そのときにフィアンセにビデオ出たこと、今も売ってることを言わないとだめなんだろうか、あるいは まあそういうことですね、就職、さまざ、あ、まなことで、うん、やはり3年、5年、10年たって取り消してほしいということが多いわけなんです。続いては野田大臣にお伺いしたいんですが、まあ、私たちまあ議員立法で、この穴を、未成年取り消し権がなくなった穴を埋めればと思ってるんですけれど、今までは5年間取り消せたんです、3月31日までは5年間。これ まあ私たちは当然、今まで5年だったんだから、これからも5年ぐらい、議員立法を作るんだったら、取り消したらいいなと思うんですけれどまあ野田大臣は議員立法のことには直接あのお答えできないと思いますので、議員立法というのはちょっと置いといたとしてね、やはり今後、18歳、19歳のこの AV 被害を守る上で、今まで5年間あった、やっぱりせめて一定の期間、十分な期間、取り消せるようなことが今後もえ制度として、 残ればいいんじゃないかと思いますが、野田大臣、いかがでしょうか野田大臣。あの年限について、やはりそのせっかくあの各党で立法の動きが出てきたので、しっかりとその被害者があのリカバリーできるような実効性のあるものをさまざまな角度から検討して出していただきたいと思っています。私はあのあの議員立法を何度いくつか手掛けたことがあって 最初に出かけたのが児童ポルノ、<あ>児童改修なんですよ、ですから、あの本当にあの厳しかったですねあの、当時も。で、児童ポルノに関しては、残念ながら親がそういう素材を提供するケースとかもあって、非常にあの子どもたちの人権というのは、その当時はなかなかあの大人の人たちに認められないかったこともありますので、逆にです、ね、議員立法でしっかり取り組んでいただければ、今もう、 もうインターネットの中ではびこってしまっているこの児童ポルノ、これどんどんこれ、逮捕ンも増えている中で、そこの抑止にもつながってくると思うので、まあ、しっかりとあの皆様方の議論を見守りたいと思っています委員長、山本君、まあ、しっかりとした自分の空きが必要だというご答弁いただきました、これですねあの、あえて言いますと、この法案をもし成立させるとしたら、委員長提案、この委員会になる可能性もありますから。ということは、それを成立して、 よくしできたら、内閣委員会、国会、立法府、頑張ったなとなりますし、万が一、ざる法だったら、私も含めてですけどね、何やってんだということに本当になるから、これは変な話、野田大臣の問題というより、私たちが超党派で、この今まであった5年の時効をどうするのかという議論にもなると思うんです。なぜこんなことを言うかと言いますとね、例えば、これ、今までは時効5年だったけれど、じゃあ、 半年にしましょうとなったときに何が起こるかと言いますと、例えばアダルトメーカー側はね、半年までは取り消せる、でも半年以降は取り消せないということになると、半年間売らないという作戦に出てくる可能性はあるわけですよ、それは。半年間売らなかったら、大暴れもしないし、被害も出ない、ずっとしてる、そうしたらまあ被害者も被害を感じないから、取り消さないんですよね。 それで取り消し権がなくなって、半年から1日経ったら、ばっと例えば売ると、そしたら被害者の方は、これはもうたまらないと、やめてくださいと、友達にも親にもばれました、仕事もクビになりかねません、学校も行けなくなりますと言ったときに、何言ってるんですかと、時効を半年ですよと、1週間前に切れてますと、なったらもう泣いても怒っても、永遠にそのビデオを止められなくなっちゃうんです。 だからこの5年間の時効、5年でも残念ながら、私の聞いた話でも、5年過ぎてから来られて、消せなくて困っている人の話も聞きました、そういう意味ではこの時効の5年というのが重要だということを強く言いたいと思います、それともう一つ、原状回復義務というのがあります、この配布資料10ページ、今までの未成年取消権には、原状回復の義務という言葉がありまして、121一条の2、 無効な行為に基づく債務の立候補、績給付を受けた者は、相手方を現状に服させる義務を負う、つまり、ビデオを撮影して、例えば半年後にやっぱり取り消しくださいと言ったときには、今後出なくていいですよだけじゃなくて、今まで撮影したビデオも回収、まあ、家まで行って回収はできませんけれど、アダルトビデオショップにあるインターネットで売っているものは回収すると、こういう現状回復義務があったわけです、取り消し権に。 これがあるから、アダルトビデオメーカーは大損害になるから、18歳、19歳には声をかけなかったんですね。これも一般論として、野田大臣にお伺いします。今後、こういうお子さんたち、あるいは18歳、19歳の人たちを守っていく上では、やはり今まで取消権にあったような現状回復、あるいは、差し止め請求権ですね。今、出てるビデオは回収しなさい。 今後だけじゃなくて、今までのやつもあの繰り返しています、もうダウンロードしたやつとか、家に持って帰っているやつまで回収は無理です、これは、これは今までから無理なんですけれども、そうじゃなくてやっぱり店舗とか倉庫にあるやつは回収させる、そういう現状回復義務というのは、今後もやはり、若い人やお子さんを守るためには必要じゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。野田大臣 あのまさにあの皆様方が取り組んでいる立法の内容であるので、私の方からはあのコメントは差し控えるんですけどぜひやっぱりあの取り組んでいただきたいのは、アダルトビデオの姿勢に関する被害の問題というのは、今もうあの委員おっしゃっているように、被害者の心身や生活に長期間にわたって、 悪影響を与える重大な人権侵害であって、深く憂慮すべきだと、でその被害を現実めに何をなすべきかということで、あの立法府の,あの皆様方の取り組みをしっかり守りながら、あの私の思いはあのそ,れそれであのご理解いただければと思います委員長山崎君。 私、今までちょっと内閣府さんの国会答弁で気になっている言葉がありまして、意に沿わない AV 出演は許せませんとこうおっしゃるんですね、意に沿わない、でも私、あえてこれ、質問通告もしましたが、野田大臣にお伺いしたいんです、現役18歳の高校生、2000年取消権になりました、意に沿わないじゃなく、自由意思だったら野田大臣、18歳。 現役高校生など、アダルトビデオ出演が子ども家庭庁のこれから議論する中でどんどん増えていくということは、構わないと思われますか、いかかがですか野田大臣。さまざ、あ、まなご意見があると思いますが、えー、ともに申し上げたように、アダルトビデオの出演に対して被害が、あその後に。 あ,のあった場合でも、被害者の心身や私生活に長期化にわたって悪影響を与える、まあ、重大な人権侵害であり、深く憂慮すべき問題ということです。で、アダルトビデオの出演被害については、モデルやアイドル等への憧れや好奇心を利用する、顔を映さない、絶対にばれない等と説明することにより、意思を誘導され、契約に至るといった事例もあります。で十分ななな情報や考ええを与えられないこことでこのよような手口により 18歳の現役高校3年生の AV 出演が増えるということは、極めて問題であり、あの私としては断じたってはならないと考えています委員長山田君、ちょっとここあの、あえて確認させていただきたいんですけれども、騙されたり、強要されたんではなく、その時点ではもう自由意思で、あの残念ながら。 このね、今日配布した20ページにもあります、もうお金がないと生きていけないということで、この2万円で性的動画を撮ってしまった18歳の女性が、この20ページ、あの新聞に出ております、歓楽街のコンビニの前で18歳だった女性は声をかけられた、振り向くと中年の男、差し出されたスマホの画面を覗くと性的行為の動画を。 東京するサイトだった、動画の撮影の撮影で2万円渡された、男は事前に準備した署名に署名するように言ったと、それでもらった2万円でネットカフェに2週間ぐらい泊まれる金額だったと、まあね、でもこの方も今では当然、大変な後悔をされているわけなんです。ですから、不法意とか、強要とか、意に反しなくても、その時点では自由意志であっても、 18歳の現役高校生、あるいは18歳の方がですね、アダルトビデオに出演する、このことについてはいかが思われますか、はい、野田大臣あの。その時点とで、これはもう先ほど申し上げたように、このインターネット社会で点々流通して、 ももうずっっと残っていくものなんですねそ,そして自分があのまあ子どもから大人っていうのは、自覚、まあ、自分のやっぱりあの自己主張とかまあ自己肯定とかいろいろあるんでしょうけど、その時に旗ときにはたと、これはあの非常に厳しい状況だっていうことは、やはりその時点でわからない若い子どもたちが多いと思うんですね。そういう意味では、やっぱり私たち、それをずっとあの取り組んでる大人と言われる側が、 あのそういうことが起きるということで、高校生でアドルトビデオには出てはいけないよと、後に何があなたを苦しめるかわからないということはあの、しっかり伝えるべきで、私としてはやっぱり、高校生でアドルトビデオに出ることは、あの結果としてあの予見できない被害が来る恐れがあるということなんで、あの高校生ではあのやるべきではないと、そういうふうにあの理解してます。委員長山内君 あのこれは本当に重要な答弁だと思います、今までの政府の答弁は、意に反するアラートビデオ出演は駄目だと、裏返す場合自由視だったら出てもいいということでしたけれど今の野田聖子大臣の答弁で、少なくともやっぱり高校3年生のとかですね、18歳はやっぱり出るのは良くないんじゃないか、でもね、野田大臣、そこなんですよ、野田大臣、私も全く同感です、高校生出るのはやっぱおかしいよねと、どう考えたってと。 でも4月1日からは、法律的にはどうぞ52と、高校生を守ってた取消し権はもうなくなったんですよ、それではっきり言いまして、18、19の方うが売れるから、今、巧みに勧誘にも始まってしまってるんですよね、だから野田大臣がやっぱり高校3年生がビデオ出るのはよくないとおっしゃるんであれば、ボールは立法府にあって、国会の内閣委員会のまあ私たちが、 それはやっぱり願望じゃなくて、やっぱり十8歳は事実上、今までどおり出れない立法をする必要があるんじゃないかと思うんです。それでね、野田大臣、もう一つ質問をさせていただきます。それと、もう一つ今、問題になってるのは、まあ、3年、5年はね、納得してたと。でも、しばらくしてから、契約に問題なかった。当時は自由して出た。 でもやっぱり、将来になって、あれは消してほしいと思い出した。契約に問題はなかった。たと例えばですよ、繰り返しになりますけれど就職することになった。か彼氏、あるいは彼女ができた。フィアンセができた。あるいは子供を持つことになったときに、やっぱりそういう状態で自分の性的画像が永遠に出回ってるのはつらいと。だから、契約に問題はなかった。けれど、やはり将来的に、 例えばですよ、5年後以降、5年間は売ってもいいけど、5年でも売ったらだめとかね、そういうふうな権利というものを持たせる立法措置が必要なんではないかと思うんです、具体的に言いますと、野田大臣、既ですで、ね、に今、一部のメーカーでは、取り消してくださいという要望が来たときには、分かりましたと、5年間は売り続けさせてもらいますと、長いですよ、長いけど、5年間は売り続けさせてもらいますけど、5年後以降は、 取り消しの要望があったら売りませんと言ってるメーカーはいくつかあるんです、実質的に。でも、こういうことをやはり国としても立法でやるべきじゃないか、これはあのヨーロッパなどでも、えー、ライト・ライト,トゥ・イレースって言って、忘れられる権利、忘れる権利、インターネットにおいてね、そういう権利といわれてるんです。野田大臣おっしゃったように、あとになって、やっぱり消したいと、でも取り消し権の5年の時効も終わってる。 終わったらじゃあ、泣いても叫んでも、永遠に自分の性的画像が広がるのは防げないものなのか、先日、私たちあの部会に、元 AV 女優の小室由里さんという方が来られて、こうおっしゃってました。自分たちの元 AV 女優の今の悩みは、結婚して子供ができ,でき,でき,できていると。そしたら PTA の時に あそこのお母さん、元 AV 女優で今も売ってるよと言われたときに、子どもが苦しむんじゃないか、今になって後悔してるこういうことを考えると、野田大臣、その時効がもし終わった後でも、こういう何年間は売るのは仕方ないけれど、何年間か売ったら、もうそれは売れないようにする、こういう立法措置の必要とは思われませんか、いかがですか。 野田大臣あの各党がそれぞれ立法についてあの取り組んでいらっしゃるので、まあ、内容に関してはもうあの、最善を尽くしていただくことをあの期待申し上げますけれども、あの私も児童ポルノを取り組んでいるときにそのあの、本物かどうか別として、小学生とか幼稚園児とか、まあ、中学生とか、そういう本当にあの信じられないようなアダルトビデオが、 あの販売されてるわけですね、でそれがその、なかなかこの児童法が効かないのは、もうすごく限定されていてあの、実在する中学生じゃなきゃだめとか、そういう縛りがかかってるもんですから、あのそういうことね、そういう若い人たちをこう対象にするような、その、 アダルトビデオの利用っていうのが改善されてないなと、ですからぜひこういうことを契機にして、全体的に果たしてその子どもを対象にするアダルトビデオをどうあるべきかということも、私はぜひ問いかけたいしあ、のあの素晴らしい立法の立法の活動を期待しているところであります委員長山田君、こういうことも私たち立法府が考えねばならないと思いますし、まあ、将来的にはです、ね、こういう場で言いにくいですけど、今、実は本物の性行為が行われて、 アダルトビデオの撮影が行われているようなこともあるんですけどやっぱりこういうのは女性の尊厳を著しく汚すので、あの今の AV 女優の方々も、それぞれに言うと、本番禁止、本番行為というのはやっぱり一歩間違うと、売春したら捕まるのに、カメラ回ってる前で売春したら捕まらないのはおかしいんじゃないかという議論すらあるわけなんでね、こういうことも私たちは考えねばならないというふうに思っております。えそこで まあ野田大臣の決意をお伺いしたいんですけど、子ども家庭庁の議論をして、これから子どもを大切にする暴力、性犯罪に合わない社会をつくっていくという子ども家庭庁の議論の中で、やはりこれからですね高校3年生を含む、18歳、19歳のアダルトビデオの出演被害を減らす、根絶する、間違っても増えるようなことにはしないという決意を、野田大臣からお聞きしたいと思います。野田大臣 あの与野党の立法の皆様方が熱心にこの問題についてあの取り組んでいただいていることに心から敬意を表しますし、やはりあのどうしてもこれまであの私もあのささやかな取り組みの中で、アダルトビデオとか、そういうものについて、なかなかこう真ん中でどんと議論がなされてこなかった問題点もあったかと思います。これは人権侵害になるわけですねあの いに,に反してとていうのは、別に子どもじゃなくても、大人でもいに反して、後に後悔することってたくさんございまして、なお一層、やっぱりそこは、 あの大人がしっかりと見守っていかなきゃいけないということで、子ども家庭庁の意義っていうのが、ああ改めて深まっているので、まだ子ども家庭庁はできていませんので、しっかりとあの皆様方には、そういうことを念頭に置いていただいて、議員提案に向けて取り組んでいただきたいということをあのお願いしたいと思います委員長。山井君今も野田大臣のの話にににありりましたたたようにまあ議員提案に向かって取り組んでいいだきたいとこの 未成年取消権がなくなって、現役高校生のビデオがどん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 今、世の中に氾濫しようとしているのを止める力は、内閣委員会、そして立法府にあるわけですね。ところが、あえて申し上げますと、万が一私たちが作った法律がざる法で、超党派で内閣委員会で、例えばアダルトビデオ根絶のまあ法案を出したとしても、それが万が一ざる法だって、出会って、 未成年の方の、今までの18歳、19歳の方の被害が増えると、大変なことになりかねません。まあ、そこでアダルトビデオ出演被害根絶元年ということにするために、私たち、リフポーフも頑張らねばと思います。一番私、懸念しますのは、先ほどのやはり時効の問題なんですね。今まで5年間取り消せた。ところが、この期間が減れば減るほど、取り消せなくなって、今も言ったように、 もういくら取り消したいと思っても、取り消せなくなってしまうわけです、まあ、ここが一番今後、超党派で議論する上で大切なことになっ,てしなってくると思いますので、このことについて、ぜひともまあ超党派で、えー、いい議員立法ができて、やっぱり国会の力で、えー、このアダルトビデオ、失点被害根絶が、内閣委員会や立法府の力でできたらいいというふうに強くお願い申し上げまして、質問を終わりますありがとうございます。 次に堤め君。